私はカモメ、私はカモメ。2022年の5月の中旬となりました。前回ご紹介したのがこちら、新ウルトラマンの公開に合わせて発売されました初代ウルトラマンの T シャツ。実はですね、これと同時に発売予約がされていたのがこちらでございます。実はウルトラセブン55周年なんですよ。先日もまたクレーンゲームでこれやってきましたよ。3000円かけて、取れませんでした。結局これ買取王国で1430円で結局買うんかいと。この銀ピカピカがやっぱ素敵ですね。でもふと思うけど、カラータイマーってやっぱあった方が良かったんじゃないかなって。その方が本編でのドキドキ感も増したのかなと思うけどね。新ウルトラマン見たばっかの時は面白かったなっていうのが正直な感想でしたけど、まあちょっと時間を置くとね、ちょっといろいろ考えちゃうよね。新ウルトラマン、新ウルトラマン、新、何が新なんだとかさ。今日紹介するのはもう一回けどこちらね、マグマライザーだけだと結局何のデザインかパッと見ウルトラセブンってわからないかったりもすると思うので、横顔のウルトラセブンも追加しておきました。プラモデルの絵があったんですよ。でそれを参考に同じような角度で、まあ、実写っぽく再現したのがこちらのマグマライザーでございます。そして、実相寺昭雄監督の第4惑星の悪夢という回に登場するロボット長官でございます。こちらも同じようにロボット長官だけだと何のこっちゃわからない T シャツになりますので、ウルトラセブンを追加しておきました。でこのロボット長官も面白いですね。ロボットの星からやってきた長官です、はい、簡単に言うと。でここ目ん玉をガチャッと外すところがその回のシンボル的カットですよね。本編の画像をそのまま使うと、まあ、フィルムをテレシネした画像なのでそんなに良くないから再現していくのがやっぱ大変でした。これをなるべく高画質に見えるように、私はかなりお気に入りなデザインとなっております。そして最後にこちら、カプセル怪獣プラスセブンガーでございます。どうだおい、ウルトラファンの皆さん、アギラ、ミクラス、ウィンダム、そして、セブンガー。セブンガーはウルトラマンレオに出てくるんですけれど、まあ、ウルトラマン Z との関連性も実はちょっとあってね、素晴らしかったよね。ウルトラマン Z の特撮シーンもだし、ストーリーもだし、テレビであのクオリティを仕上げてくるのかと。まあちょっとウルトラマン Z は私のちょっと個人的な思いもあるからね。この人のね、この人の、この人ね、見えんでしょ、見えんでしょ、うん、ってなるとこのカプセル怪獣プラス怪獣ボールのデザイン、キングジョーもいた方がいいんじゃないのと思うかもしれないけどね、うん、コロッと忘れてたよね。でもこのやっぱ四天王ってか 4体がいいんですよ。これが5体になるとちょっとブレ始めるんで、やっぱ四天王って言葉があるように4っていう言葉が最強なんですって、うん、5人目ぐらいがいるとだいたい1人ぐらいドジなやつがいるんですよ。でちなみにこのマグマライザーというロゴとカプセル怪獣怪獣ボール、このロゴのデザインも私がやっております。ここが推しな部分でございます。てなわけでウルトラセブン T シャツでございました。ぜひよろしくです。あとウルトラマン T シャツを発売したのに、じゃあ新ウルトラマン T シャツはないのって、これちょうどノートパソコンが見えない位置にいますけど、今ここで私新ウルトラマンやってますからね今作ってるから言ってよかった。あ、こんなデザインしてます。こんな見える、ごめんね、ちょっとまだ今はちょっとまだ見せないけどさ、ウルトラマン T シャツの時に使ったあのロゴね、この文字の書体、私の直筆書体なんですけど、シン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 って足されてますけど、これ使ったかな、実際これ使いました。まあもしかしたらここにプリントされるかもしれないです。まだ分かりません、現時点では。最近すっかりもう T シャツのデザイナーになっちゃいましたけど、忘れないでくれ、俺は映画を作る人間だ。でもしばらく作ってないな本当に。まあいい出会いがあったらまた何か映画撮り始めるけど、今はね、あのいい出会いがない。この人使いたいってこいつ関係ないんだけど、そういうのがストーリーを連れてくるからさ。このファンの人いるでしょ、岸辺長喜多、たまにエゴサーチするけどさ、やっぱ褒めてくれる人の意見もあって俺嬉しいよすごく。ってことでこれ関係ございませんので、まずはウルトラマン T シャツを、ぜひ皆さんあの買ってください。こんな人がデザインしてるっていうのが嫌だと思ってもデザインとは関係ありませんので、デザインがかっこいいなと思ったら買ってください。今日はちょっと高めの構図から心理的にでも見やすいのかなと思いましたので、ちょっと高めのアングルから撮らさせていただきました。じゃあまた。